はいじゃあ今回はこちらの方ですね。軽自動車の方が電柱に激突という状況なんですけれども、まあ最近非常に多く見られるのが、まあ若い人の暴走運転ですよね。まあ暴走運転がそれがまあ死傷事故につながっている。まあそういうケースが非常に多くなっているんですよね。まあ単独事故もありますし、まあ、単独じゃなく他の車に突っ込む、そういうケースもあったりします。 まあ今回のケースというのも、まあ普通に運転ある程度ね、経験を積んでくるとありえないんですけれども、まあ実際にはね、ここの電柱にぶつかったというような事故だったんですよね。これがですね、まあ内容的に見てもちょっとどうなんだって形なんですけれども、それがですね、まあ、こちらの方ですね、石川県金沢の方でありました。 金沢の方で車が道路脇の電柱に衝突19歳の男子大学生が死亡と。まあ、第一報として出ていたのはこちら。事故があったのは金沢の方の市道で10月16日の午後11時半頃に走行していた軽乗用車が道路脇の電柱に衝突をして横転。この事故で後部座席に座っていた19歳の男子大学生が頭などを強く打って搬送先の病院で死亡が確認。 運転手の10代の男性のほか亡くなった男子団学生を含めて3人が乗っていて、友人の家に向かう途中だった。現場は片側1車線の道路で、左カーブとなっていて、警察は事故の原因を調べています。ということですね。で、この状況では事故の原因を調べていたんですが、まあ、その後に出た報道として、こちらですね。スピードを出しすぎた電柱に車衝突し、2人死傷。運転手の18歳の専門学校生を逮捕。逮捕されております。 逮捕容疑としては危険運転致死傷の疑いで逮捕されて、これが金沢市に住む18歳の専門学校生の男。内容としては先ほどと同じ10月の16日の午後11時半ごろ軽自動車を制限速度時速40キロを超える速度で運転。制御が困難な状態で道路脇の電柱に衝突横転をさせ、同乗者2人を死傷させた疑いが持たれています。 で、車には男を含め4人が乗っていた。まあ、あ店員の4人乗っていた。後部座席に乗っていた19歳の男子大学生が死亡。金沢市の10代の男性が頭を強く打って外傷性蜘蛛丘出血の重傷で病院に搬送されている。 男は調べに対し、スピードを出しすぎて事故を起こしたと容疑を認めている。警察は同乗者に話を聞くなどして、当時の詳しい状況を調べているということなんですが、スピードを出しすぎてというのはね、まあ本当に多いんですけれども、このスピードを出すというのが、まあ若気の至りといえばそうなんですけれども、別記事のところを見ると、まあ、こうなってるんですよね。スピード出せば楽しくなると、点点点。 危険運転致死傷で逮捕の専門学校生が今日日100キロ前後で衝突かということなんですよね。運転していた18歳の専門学校生の男を危険運転致死傷の疑いで逮捕。ドライブレコーダーや現場の状況から車は時速100キロ前後で電柱に衝突をした。スピードを出せば楽しくなると思ったというのが軽自動車ですからね。軽自動車で時速100キロ前後で この事故現場を曲がるというのは、まあ、ちょっとありえないレベルなんですよね。その場所をちょっと見てみたいと思うんですけれども、ここなんですよね。この電柱にぶつかっております。ぶつかったのは向こうから来てるんですが、まあ、見ての通り向こう見えないですよね。そう、ここ川があるんですよね。川のところに橋があるんですが、その向こう側から時速100キロ前後で突っ込んできた。これがですね、 まあこちら見ると時速40キロと書いてありますよね。だから制限速度40キロで、まあ道としては本当に昔からあるような道路。こちら側に歩道、そしてこちら側は路側帯という状況ですよね。この道路を時速100キロ前後ですからね。しかも向こうがこんなカーブしてるんですけれども、この来る手前はね、まっすぐなんですよね。ここの信号が何色だったかはわかりませんが、まあ暴走をここをまっすぐ走ってきて、 まあ、ほら、楽しいだろうみたいな感じだったんだと思うんですけれども、このカーブなんですよね。で、ここのとこに標識とかがありますよね。ここの標識としては、まあ、左カーブで、まあ、警戒標識が立っております。だから、これがあるってことは、通常のカーブよりきついということを表しているんですよね。で、下のところには、このように注意の看板が立てられていて、通学路、事故、注意というふうに書いてあります。 この自己注意というのはカーブがきついからではなくカーブの先が、まあ、通学路なので子供とかがいるから、まあ、注意してくださいというような意味だと思うんですよね。ここのカーブというのを100キロ前後で曲がる。まあ、この状況を見ても40キロで曲がるのもよいしょって感じかなという気がするんですが。 この曲がっていった先がこのように登るんですよね。登っていってさらに左の先なんですよね。この状態でも先が見えてないと思うんですけれども、こういう状況です。ぶつかった電柱はね、これなんですよね。だからこの左カーブを曲がれなかったという状況で、まあ100キロ前後だったらまあ基本的にはまず曲がれないかなと。で、橋という状況なので、この手前側に段差がありますよね。どうしてもつなぎ目ができるので、ここは ポコンとアップダウンのような感じになります。おそらくここでまあジャンプするような感じになって、まあカーブなので、まあそのまま向こうにまっすぐ抜けていって、その先にある電柱に激突。だからここのところで、まあ路面にそのまま走っていけば左に行くんですが、まあ跳ねてるので、まあそのまま遠心力でまっすぐ行くと。まあそれがこの電柱なんですよね。こういうカーブですね。だからここでおそらく一回跳ねてると思うんですよね。曲がれずに。体勢がきつくなって跳ねて、 まあ反対車線の方に飛び出していって、そのままこの電柱にぶつかって、後部座席に乗っていた19歳の大学生が死亡というのが、今回の事故になります。まあ普通に考えたら、まあありえない速度で突っ込んでるんですよね。 ま、時速40キロの道路を、ま、制限速度の倍以上でおそらく突っ込んでると思います。まあ、それがね、今回の事故なんですけれども、やはりね、まあ、こういう本当に未熟な運転という状況、18歳の専門学校生ということは免許を取得して、ま、1年程度という状況ですよね。まあ、車がないのでどういう状況かわかりませんし、まあ、初心者マークがあるかないか、まあ、そういうところもちょっとわからないんですけれども、ま、あまりにも何を勉強してるのかというのが、 まあちょっとね、この自動車学校のあり方を考えないとダメなんじゃないかな。昔の車とは違うんだよっていうことですよね。まあ、前回の時にもね、動画の方で少し解説をした。まあこちらですよね。まあ名古屋の方でありました VRZ。まあこちらの方が定員4人なんですが、そこに5人乗った状態で、 暴走した。しかも飲酒運転で交差点を左折しようとしたところ、ま曲、あ、がれない。まあ、当然曲がれないですよね。時速100キロという速度。まあ、そのままスピンをして、まあ、橋の欄間に激突をして、まあ、後ろに乗っていた女性の方が死亡というような事故だったんですよね。だからま運転している本人は基本的に生きているっていう状況なんですけれども、こちらの方は危険運転で起訴されて裁判が今現状始まっております。 この状態というのは危険運転はまあ該当しやすいので、今回の分というのも、こちらの方の危険運転致死傷の疑いで逮捕されておりますが、このままおそらく書類送検、起訴されて危険運転ということで、まあこれは裁判になるんじゃないかなと思います。ただこの危険運転という部分がなかなか裁判になるならない。まあ皆さんもね、納得いかない部分がね、かなりあると思うんですよね。まあ直近でも、 まあ、こちらですよね。埼玉川口の方で逆走してきた、まあ、飲酒運転の18歳の中国籍の男。まあ、こちらの方が突っ込んできた。まあ、この事故ですよね。まあ、これに関しても、危険運転で警察の方は書類を送ったんですが、埼玉地検の方は過失運転というようなことで、まあ、起訴したと。 まあそれがなぜなのかというところ、まあこれはね、かなり深く読み込まないと答えが出てこないという状況だったんですけれども、まあ結局深く読み込むと、まあ格好向きに書かれている条文の部分、まあここの部分に該当するので、まあ危険運転にはならないというような判断、まあ苦渋の判断であっただろうと思います。ただそれぐらいなかなか難しい話なんですよね。こういうふうにまっすぐ走ってるという状況は。まあっすぐ走ってるという状況でいくと、 まあ、こちらの方ですよね。大分の BMW194 キロで、まあ、まっすぐ暴走してきて、右直事故を起こした。まあ、このケースというのも、まあ、最初過失運転だったんですが、まあ、いろいろなことがあって、まあ、危険運転ということで裁判。ただね、裁判非常に開始まで時間かかっており、今年の12月にようやく裁判が始まるというところまで来ております。ただ、これというのも、 危険運転で裁判がありますが、危険運転で、まあ、裁判の判決が出るかというと、まあなかなかちょっと難しいかなという気がするんですよね。で、似たようなケースというのが、まあこちらですよね。こちらの方は栃木の方ですね。宇都宮であったものですよね。160キロでクラウンが暴走して前を走っていたバイクにそのまま追突をしたというものですよね。 これも最初過失運転ということで起訴だったんですが、まあ、蘇因変更が認められて、これも裁判が危険運転になりました。ただ、これもですね、かなり危険運転という部分の立証は難しいんじゃないかなという気がするんですよね。このケースというのは、友人のバイクとかと暴走するような形で、まあ、すり抜けるような感じで運転をしていたところ、バイクに激突をしたと。 まあそういう状況があり、まあ道路をきちんとまあ走ってたといえば走ってたんですよね。そうなるとなかなかこれ該当してこないというケースになってくる。そして、まあこちらの方ですよね。こちらの方皆さんもニュースで見られたと思いますけれども。 まあ、印象したトラックというのが、中央部に対応乗り越えて逆走して、反対車線を走っていた、まあ、親子、そしておじいちゃんの乗っていた、まあ、3人乗っていたミニバンと正面衝突で、3人とも死亡というものですよね。まあ、過失運転というようなことで起訴をしたんですけれども、まあ、これも素因変更ということで、危険運転になりました。危険運転で裁判ということなんですが、まあ、これもなかなか難しいという状況が、まあ、現状あるんですよね。 何がどうして難しいのと難しくないのの違いは何なんだっていうところだと思うんですけれども、難しいと言われるのはこれと、これと、これと、これ。まあ基本的にこれ。難しいんですよね。で、これと、まあ今回っていうのはそう難しくない。何が違うかというと、まあ要するに法律の部分ですよね。ここ。 自動車運転処罰法の第2条危険運転致死傷のこの部分の第1号そして第2号があるんですが、まあ、いわゆるこの第2号ですよね第2号のその進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為と言われる部分ここの部分が該当するしないという部分に関しては進行が制御することが困難な高速度というものに、まあ、停止,止止まるということは含まれていないんですよね基本的には だからその道をその道をきちんと走ることができていれば、まあ今のルールとしては時速200キロ出してようが300キロ出してようが、まあ基本的にはここの部分は該当しません。だから、これも160キロで道を走っていた。そしてこちらの方というのも194キロで道を走っていた。194キロで走っていたところに右折の車がいたからぶつかった。こちら160キロで走っていたら前にバイクがいたのでぶつかった。 まあこれが160キロじゃなくても追突事故ってあるよねとなり、こちらも194キロじゃなくても右直事故ってあるよねとなるんですよね。だから速度が速かったことが本当に原因なのかというふうになってしまうんですよね。だからこの車2台とも進行自体は制御してる。そこの部分にバイクがいた、右折の車がいた、まあそういう状況になった。 まあそれを避けれなかったことが進行が制御できなかったとなるのかというふうになってしまうと通常の右直事故などまあそういう時に直進の車というのが制限速度をちょっと超えてるような状況でも該当するんじゃないのという話になってしまうんですよね。だからこの進行制御することが困難なの高速度というふうな部分に関してはカーブが曲がれない。 右折ができない、左折ができない、そういうような速度という部分が、まあ、該当してくるんですよね。だから、今回のように左カーブが回れないような速度で突っ込んだ。それが制限速度40キロの道路を100キロ前後であった。というふうなこと。そして、こちらの方というのも、時速100キロを超えるような速度で飲酒運転で、それで交差点を左折できなかった。だからこれ、飲酒運転じゃなくても、基本的に危険運転なんですよね。 そもそも進行が制御できてない、左折ができていないということなので、この場合は危険運転に該当するというふうなことになります。ここの部分というのが、まあそもそも今の現状の法律の立法というところになりますので、まあなかなかね、一般論からすると納得いかない部分があるんですが、まあこれが現状という状況になります。そして、 こちらの方ですよね。こちらの方というのが、まあなぜ難しかったのか。まあ最初のね、一報を聞いた段階では、まあ飲酒運転が原因でだろうと、まあそういう状況になったら、まあこちら。アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為に該当するだろうというふうには思ったんですけれども、まあ実際にこれが難しかったという状況なんですよね。その難しかった理由というのは、 この運転手というのは飲酒をしていたことは間違いないと。で、このトラックの中に焼酎の空き瓶180ミリが2本転がっていたと。ただまあ酒を飲んでいたというシーンは一切映っていなくて、この朝始まる、仕事が始まる前の天候の段階ではアルコールは検出はされていないという状況なんですよね。そういう状況がすべて絡んでくると、じゃあ果たして飲酒の影響で、 要するに中央分離帯を乗り越えて逆走したのかというところがまあ非常に疑わしいんですよね。逆走するケース、まあ、逆走事故って結構あると思うんですけれども、それが全て飲酒というわけではないわけですよね。これが逆走が危険だろうとなると、通常の逆走してしまった事故というものも全て危険運転に該当する可能性が出てしまう。と。 そこの部分というのが一般の方も飲酒じゃなくても逆走、まあこの過失という状況で出てくるので、まあ過失になってしまうと。この飲酒量が逆走に影響をどれぐらい及ぼしたのか、まあそこの部分が非常に大事になって、この考え方として、こういう状況があります。 ハンドルを思うように操作できなかった事実。意識が朦朧としてきたというような事実。自動車に乗り込むまでに足がふらついていたというような事実。酔っ払っていて危ないので運転をやめるよう他人から注意をされた事実と、運転の困難性を基礎づける事実を認識していることを持ってたるとなっているんですよね。ということは今回の、まあ、こちらのケースに関して、 ここの部分というのが、まあ、その時できてなかっただろうとなりますが、実際にあの室内のドライブレコーダーの映像と、あそこの部分を見ても、思うように操作ができなかったわけではないんですよね。その交差点のところまでは来ていると。で、意識を朦朧としているような状況もなく、自動車に乗り込む、まあ、そのシーンは映っていなかったんですけれども、ふらついているようなこともおそらくなく、酔っ払って危ないので運転をやめるように他人から注意された事実もないとなると、まずここの部分の、 事実確認ですよね。ここの部分がはっきりとできない限りは危険運転になかなか難しいと。この正常な運転が困難な状態にあるという認定に関しては、基本的には酒酔い運転の場合と同様ということなんですよね。だからね、酒気帯び運転ではないということ。まあ、お酒の匂いがするよと、基準値の1.5倍だ、2倍だ、3倍だというふうになっても、基本的には酒気帯びなんですよね。 酒気帯びを超える酒酔い運転の状態で運転をした。まあそういう状況で、この正常な運転が困難な状態で中央分離帯を乗り越えていって逆走して事故を起こした。というふうになると、ここの部分は該当するんですけれども。だからここの部分で警察の事情聴取、いろいろな部分でこの運転手は酒を飲んでいた。だけど、これが酒気帯びだという判断なんですよね。酒気帯びだという判断になってくると、 酒酔いというのがまあ基本的な考え方になるので、ここの部分のアルコールの影響によりという部分が、酒酔い運転の状態で正常な運転が困難なっていうふうになってしまうので、栃木の方、これに関してはなかなか該当が難しい。だからそれをまあ無理やりに今回素因変更をして危険運転にしたんですが、まあ、裁判としてそれがまあ認められるかどうかっていうのは、証拠次第なのかなというような気がします。 で、ここの部分というのは、まあ、基本的にはもう何百キロ出してようが、道をちゃんと走れるような状況であれば、まあ、基本的には、ここの部分は該当しない。だから、こちらの方というのも、危険運転にしたけど、裁判としてはどうなるかというのは難しい。まあ、こっちの方もなかなかちょっと難しい。このケースに関しては、ちょっと別問題という状況。そして、このものに関しては、左折ができていない、進行が制御できていない高速度なので該当する。 そして、これも進行が制御できてないから対向車線にはみ出して電柱に激突した。だから該当する。というようなこと。まあ、これがね、現状のルールなんですよね。今、このルールのところの検討会が開かれておりますので、まあ、解釈、ここの部分もね、法改正を含めて今、検討されておりますので、まあ、もうちょっとね、事実に沿った、まあ、この実態に沿ったルールに変わっていく、まあ、そういうふうになってくれるといいかなというふうには思います。 最後まで動画をご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のもよろしくお願いします。